こんにちは、ヒューマンコンフィデンスジャパン代表の内海です。本日は、チーム経営入門プログラムのご案内をさせていただきます。私たちは、人と組織の潜在力を顕在化するということで、それぞれの企業の組織の悩みを解決してまいりました。全てオーダーメイド、聞いてどういうふうに直すかということとオーダーメイドで対応しておりました。ただセミナーやったりですとか、いろんなご相談に乗っていく過程で、2000人以上の方のお話をお伺いしたんですが、どなたに聞いても私たちは、組織の作り方を教えてもらったことがないんだよと、皆さん口を揃えておっしゃいます。ということで今回は、どの規模の企業でもどういう業種でも、できる、まず経営陣がチームで経営していこうというプログラムを開発いたしました。対象とする規模は100名程度、中小企業の中ではちょっと大きめになるかと思います。業種は問いません。全ての中規模のお客様が、組織を作っていく入門としていただければ幸いです。でこのプログラムの目的は社長一人が経営するのではなくてチームで経営を行えるようになってもらう、中小企業の規模感でいきますと社長一人が全ての社員とコミュニケーションを取る、そしてそこに対して答えを出していく、これができると当然意思決定は早くなります。その一方で皆さんが横並びで社長にお伺いをしなければいけない、指示待ち人間が多いというのは実は裏返すと社長の指示を本当に待つような仕組みを作っちゃってるんですね。それを役割分担をした経営チームが、それぞれの組織の中で機能していけば、今までの分賃型組織から本当に機能型組織に変化していきます。ただし、意識を変えていくっていうのはすごく難しいんですよ。分賃型組織からそうではなくてみんなが自立した組織を目指そうと言っても変わりません。そこで今回は仕事を見える化する3点セットを作っていきます。これを作っていくプロセスで PDCA サイクルを回していきます。まずは経営チームの皆さんがどういうふうに PDCA を回すのかを体得していただきます。そして現場へ落としていただきたいというところがゴールになっています。この3点セットについて作る手順としては、論理的にいきますと枠組みから中に落とし込むんですが、今回のやり方としては全ての仕事を棚卸していく、現場の仕事ですね、それを集めていって表紙を作るというようなやり方をします。これをやることによって社長以外の他の経営陣もどんな仕事があるのかというのを把握していただくためです。で6ヶ月間で、それぞれの、いくつかの基準点を設けてそこを達成していく期限にしていきます。で6ヶ月で月2回程度訪問して最終的に形にしていきます。で今回のこのプログラムの最大の特徴と言っていいのかなというのがこちらのショートインターバルコントロールという方法です。 PDCA サイクルを回すときに P、いつまでに何を実現すると、でも D、 やった結果検証してどうだったのか、計画と実績にズレがあったとしたらそこをどうやって修正していくのか、これを短い期間で、コントロールしていきます。これは事業再生の現場で私どもが培ってきた方法です。これを今回のプログラムの中でもやっていきます。その時のツールがこちらのアクションプランシートになります。計画黄色で期限までに間に合ったら緑に塗りつぶします。ダメであれば赤にします。赤の場合は次の打ち手を考えていきます。このシートがどんどん下に伸びていきますけれども、最終的なお尻には間に合わせていく。ここで PDCA サイクルが実現できていきます。ここまで5分程度ご説明、ご案内をさせていただきました。興味関心を持ってちょっとやってみようかなという方は、次のステップを一緒にやりましょう。
次は、事前ミーティングということで、自分の会社だったらどうなるかということを一緒に検討していきます。イメージが共有できて進む場合には、プログラムの契約をしていただければと思います。これだったら自分でできそうだという時には電話メール相談だけにして、進めていただければと思います。今はちょっとという方は、まあ、別にここで契約する必要はありませんし、無理強いはいたしません。ただここで今回この興味関心を持った方々が、こちらの事前ミーティングに進んでいただき、一緒に、検討できることを楽しみにしております。本日はチーム経営入門プログラムのご案内をさせていただきました。最後までご清聴いただきありがとうございました。